様、お疲れ様でした。お疲れ様。これしかないんだからな。お疲れ様。社長も地味だったんで、ね、なことはないですよね。あーどうも。なんて人気な。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも。髪の毛茶色くなったらどうすんの。不良。不良。テレコ回すの忘れちゃった。もう一回。忘れてしまった。うわ、よかった。よかったね。今昨日と今日は550これから1000人ぐらいのさ会館行ったらどうなんだろうね。ねえ、そうだな。ちっちゃいよな。なんか俺今日最後の時して今回のコンサートなんか締めって感じがしちゃったよ。ね、ラグビーみたいな。ラグビーみたいな。ダメでも来週から行かなきゃいけないんだから。呼び出しあるの。広島行かなくちゃいけない。明日から辛いバイトがどうやって今日は MC まとまってましたね。うん、うん、喋ることしっかり考えてた。よかったよかった。一応読んでたんだけどね、こうやってビデオ言ってる。一瞬さ、あーよく見えるなと思ったらパッとが消えちゃう。あれ目を近づけて何やってるの。スクラップアレーはもうそっぽ向いて話すもんだと思ってる。おっとすごいみたいな。そのまま行くよって言ったんだけど、よっちゃんだけしか聞こえなかったみたいな。あ、でも音がドラムしかないんだもん。じゃあじゃあけんちゃんなんだ。けんちゃんなんだ。あ、どうもでも昨日より良かったってみんなが言って。あー、落ち着いて歌いましたね。どうもお疲れ様でした。江口久々、本当に元気だった。はい、どうもありがとうございます。もう一度、まあ、乾杯してもらうと、はい、いうことをやりたいんで。なんか今日はとってもよく知ってる顔ぶればっかり座ってるんで安心しました。なんていうか、僕の知らないこととかきっと社会の中にはまだいっぱいあると思うし、みんながいろんな思いできっと暮らしているんだと思うんだけれども、その中に僕も加わっていきたいし、その中できっとみんなと一つ一つの戦いの中のゲームを楽しんでいきたい。で、その中できっとゲームをしながらでも僕らはこの今自由民主主義の中で暮らしているこの日本という国の中で何か一つの真実、愛というものについて僕の仕事に関わってくれる全ての人々に僕はこんな今の暮らしを続ける日本という国の中でそういった真実というものをマネージメントをしながら生み出していきたい。それが僕が社会人になったその尾崎豊っていうものの第一歩の姿であると自分では思っています。福田さんと僕がこの業界を変えていきます。どうもお疲れ様でした。
今日はちょっとゴレオさんがいますので。みんなさ、みんな僕の前から僕は一人ぼっちだ。人の多いところで。それじゃあ失礼します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。こういうやつですけど。うわー